おはようございます。ママ、ママ、ねえベッドから一度起きたの意識がないまま下に連れてこられたんか。はい、最近は毎日起きてくるとミノムシになります。皆さんこんにちは、岡野日記のママです。今日はちょっと早いんですけど、カノさんを迎えに行ってそのまま帰園後の一日を覗いてみたいと思います。じゃあ迎えに行きます。ちなみに朝行ったなりやりっぱなしです。ごめんなさい、片付けしてません。で、最近なんですけど寒いっていうことでもう早々にこたつが出ております。まあ、ただね、コンセントつながってません。さあ、じゃあ迎えに行きますよ。お迎えは自転車で行きます。スイスイって。いいよ。はい、ただいま。あー、おめでお手紙ね。今日は先生にカワウソの絵本を読んでもらった後、身体測定をしました。1歳さんのやっている間静かに見守れていましたよね。そうなんだよね、ママいたんだよね。で、体重身長はじゃん、お身長がメートルになっとる。体重は 14.35。今日ね、ちょっと厚手の服を着てったからその分だけあるかなって感じがするけど、身長1メートルになりました。おめでとうございます。小さな巨人になりました。さあ、片付けましょう。はい、これとこれの全部をね、終わったら教えてくれよの。だ、ママが帰ってきたらいいよ、おやつ食べ終わってから。いやいや、よいしょ。ママ、セーフ行かなかへんもん。あ、かんちゃんも行きたいんだから。あ、じゃあ先トイレ行っといて。大うんち？あ、いってらっしゃい。このスイッチも手届くようになったんだよね。チャリー。はい、これとあともう一つは、はい、入れます。はい、手洗いうがい。はい、あー、ちょうね、焦げたところね、ここ。なんか昨日も焦げたっつっとったけど、今日も焦げたの？うん、ほんと。今日のおやつはポタポタ焼きに牛乳らしいです。昨日からこれ食べたいって言ってました。めるちゃん、わかった。はい、牛乳だけ飲んでください。僕は右から3番目がいいな。右どっち？はい、そうです。はい、右から3個目を、はい、数えて。1、2、3。なんで？
なんでやろな。これ大好きなの？これが大好きなんて。丸ってあげて。この子はこれ大好き？そう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 。あ、ちょっとそれ2個目じゃないの？ 3 個目だよ。かんちゃん3個目。3個目どれた？それやな。はい、できました。ちょっと待って、年長さん大賞っていうやつやっとるやん。食べたい。一口。一口。ね。お願い。いっぱい食べた？うん、うん。うまい、早く。お風呂だよ、かんちゃん、お風呂。トイレ行ってこなあかん。トイレ行ってこっか。いってらっしゃい。テレビも見つつ脱ぎ脱ぎ中。入れてください。丸まってますが、OK です。まだ。で、ちなみにお兄ちゃんはゲーム、お姉ちゃんは学校から帰ってきたばっかりです。何してました？何しました？ちょっとあそこにご飯粒落ちてるんですけど。食べたでしょ？食べた？お腹空いたの？もうちょっと待ってください。あれちょっとご飯拾っといてよ。どうしたの？あ、食べ。誰ですか、お腹空いたって言ってる子。はい、はい、ということでカノさん先にご飯になります。今日のご飯は味噌煮込みうどんとおでんです。いただきます。お箸使わんの？ん？お箸使わんの？使うよ。そう、片方だけつけて食べてんだよ。甘いでしょ？おいしい？手じゃなくてフォークで食べてほしいな。ママ、味噌テーブルに落とした。ああ、ちゃんとお尻つけて食べよう。足。ふふ、もう。何やってんだよ、これ。あっ、なんとお茶碗も片付けてくれてます。ただね、そこで重ねるのは危ないんだよな。もっと奥の方入れてほしかったな。できないんだけど。そうかそうか。謎の行動だな。はい、今は上のやつを。ということでカノさん早くも巣作りしております。寝るの？今何時ですか、お姉ちゃん？8時に。はい、カノさん就寝されました。これトイレ行ってないで、また寝る前に起こしてトイレ連れて2回行かないとね。はい、おやすみなさい。一日お疲れ様でした。